こんにちは、高中です。時刻は2020年の1月の3日の11時頃、上毛電鉄の中央前橋駅に来ております。これから新年初の鉄道イベントとされる上毛電鉄の新春イベント2020に向かいたいと思います。行き先は大子駅です。乗車するのは水族館電車ですね。もともと京王井の頭線で使われてた車両の中に100種類以上の魚が描かれております。ドア下にある足利が可愛いですね。そして20分くらい経ちまして大子駅に到着しました。早速見学していきます。
場で見学が終わりました。こちらは帰りの車内ですね。行きと同じ水族館電車ですが、お囃子の方々が車内で演奏されております。正月から楽しませていただきました。おもてなしが数多くある上毛電鉄のイベントはいいですね。小さい子供からお年寄りまで幅広い世代の方が参加されておりました。以上です。ご視聴ありがとうございました。